こんにちは7月28日金曜日 SBI グローバルウォッチをお届けします今週のトピックス好決算のアルファベットメタボーイングインテルほかについて後ほどお話しいたしますえ、今週の米国市場ですが一時4600ポイントに到達しましたえ、経済指標が改善した UPS の大規模ストが回避された堅調なテク,テクノロジー決算 無風の FOMC ななどを背景に上値試す展開となりました経済指標の改善に関してはグローバル PMI が製造業非製造業とも改善したあと IMF が世界の成長率見通しを上報修正したといったようなニュースがございましたテクノロジーの決算については大手のですね決算がいずれも市場層を上回っております。 FOMC に関しては0.25%の利上げが決定されました声明文に関しては前回とほぼ変わらず、えー、議長の会見ではですね9月はデータ次第まだ決めていないということですね年内の利下げはないとインフレ率が2%に戻るのは2025年と見られるなどの発言がございました 一方、二十七日の木曜日ですが、四・六月期の実質 GDP が発表されまして、前期比年率二点四増と、収予想を上回る。好結果となりました。これを受けてです、ね、株価一時、四千六百ポイントをつけたんですけれども、その後です、ね、日銀が YCC、イールド・カーブ・コントロールの修正を検討する可能性があると。 という報道がございまして、まあ、実際これあの今日発表されておりますけれども、えー、これを受けて下落に転じるという動きがございました米国の10年国債利回りは4%台に上昇しております 主要市,市場の動きですけれども1週間でですね SP500 指数はほぼ横ばいだったんですけれどもその中で香港の反戦ンン指数が3.8%上昇と中国当局が経済支援策に積極的な発言をしたということで株価がですね大幅に上昇しております。そのの他市場でですすが新興国の株価はですね 米国が横ばいの中ですね。上昇した市場が多いということでございます。一方、これまでですね、先駆して上昇しておりましたインドに関しては、ですね、上昇一服となっております。為替の動きですが、先週末ですね。日本の神田財務官が円安の進行に緊張感を持って注視しているという発言がございまして。 ここからですねドル円がまあ反転したとえ円高ドル安になったという形です。でまあ本日ですねあの日銀金融政策決定会合では YCC 運用の柔軟化を発表しておりましてまあちょっとですねあの円高がですね続く可能性あるというふうに思います。ドル円ですね でえっと、業種の動きですけれども、えー、上昇率トップが通信サービスこれはの個別要因ですが、まあ、アルファベットとコムキャストのです、ねえー、決算でまあ上昇が、えー、を牽引したと、えー、あと、えー、WTI 先物が80ドル近くまで上昇しておりましてエネルギーが、えー、上昇したと。 それから素材もですね上昇しておりましてこれは中国絡みのですね材料が意識された可能性があるというふうに思います一方ですねこれまで出遅れとして金融が買われてたんですけども今週に関してはですね反落しております個別の動きですが騰落率の上位ですね まあ,あのどちらかというとまあ結構業種はばらけておりましてまちまちと個別要因まあ決算を踏まえた個別要因が強いかなというふうに思います。落率の下位の方もですすねまあそのような形で,すで上位の方でですねーボーイングに関しては9.4%上昇なんですけどもこちらはトピックスの方でお話しします。 アルファベット8.6％これもですねトピックスの方でお話しいたします。あとえ上昇率の3番目がユニオンパシフィック7.1％上昇なんですけどもえこちらの鉄道の会社ですで4、6月期の決算ですねえ売上 EPS とも市場予想を下回ってまあ冴えない内容だったんですが。 CEO のですね交代が材料視されて株価上昇した可能性があるとであのパンデミック以降ですねあのうん運行の方がですね結構まあ混乱したということがあってですね新 CEO は COO ですねオペレーティングオフィサーを務めていた人物ということでまあ運行のですね専門家ということでまあこれがまあ、えー 市場から交換された可能性があるようです会の方ですが RTX これは航空宇宙防衛の旧レイセンオンテクノロジーなんですが決算は良かったんですけれども通期のキャッシュフロー見通しをですね48億ドルから43億ドルに引き下げたということが言い訳されて12.3%の下落となっております。 アメリカンエクスプレスが7.6%の下落でえこちらですねあのえ決算はですね売上 EPS も前年同期比12%増とまあ伸びているんですけども売上がですね市場予想2%下回ったとあとえーカードの取引総額もですね市場予想3%下回ったということでまあこれがですねえ嫌気されて下落しております。 ETF の方ですが騰落率の上位中国の新興株半導体それから中国の大型株マレーシアといったところが上昇しております一方下落の方ですがレアアース均衡株ソーラーエネルギーブロックチェーン革新的イノベーションといったところが下落ですレバレッジ ETF に関しては上昇率トップがですね 中国のインターネット株のブル2倍が10.2%の上昇下位の方小型の均衡株のブル2倍が9.9%の下落となっております。で、えっと、今週のですねトピックスなんですけども。 え決算がですねまあ中盤に差し掛かっておりましてまあその状況をえ確認いたしますえ7月27日木曜日時点で241社がの発表が終わっておりましてえこれらの集計した結果ですね売上は前年同期5.1%増加 EPS が3.5%増と。 なっております事前予想と比べて売上は1.8%上 EPS は6.3%上ということであの、まあ、通常ですね EPS は前年比プラスでですねあ通常はですねあの前年事前予想を上回るレベルっていうのはまあ大体あの 3%から5%っていうのがまあ普通なんですけどもえ足元では6.3%上回っているということでまあ結構ですねあのうん決算企業決算好調だということが言えると思います。で EPS ですね事前にはですねえー9%ぐらいのですね減益が見込まれていたんですけどもえまあこのままいくとですねプラスで着地する可能性がある。 足元決算終わったところでは3.5％増ということでまああの決算いいという形ですでえー、っとまあ今回ですねあのご紹介する銘柄に関してはですね、えー、まあよ四六月期の決算が売上 EPS とも市場要素を上回ったものに加えて株価の反応もですねポジティブに出た。 まあ使用株をですすねこちら一覧にしております上から半導体のインテルボーイング 3M 半導体関連の KLA アルファベットメタ MSCI っていうのは金融情報関係のですね会社ですねあとは半導体製造装置のラムリサーチ オートマチックデータプロセッシング、CME グループ、アラインテクノロジーとまあいったようなところがですね、あの決算が良くてまあ、株価も高反応でしたというものです。でこの中からですね、あのまあ規模が大きいまあ、重要な会社についてですね、あのご紹介していきたいと思います。で、えー、アルファベットなんですけども。 こち,らですねこちらの表のとおりですね46月期決算が EPS 売上 EPS ともですね市場層を上回ったということで部門別にはですねネット広告クラウドサービスともですね売上営業利益ともですね市場層を上回ったということで好調です。営業利益率ですね市場層が27.6%を見ていたんですけども ええ、二十九点三パーセントとかなり上に出てきたということですね。で、特にですね、あのまあ良かったのがクラウドの利益がですね、まあ良かったということで、えー、営業利益四六、えー、月期四億ドルということで、年間でですね、十億ドルを超えるペースにまあ向上していると。で、まあ今後に関してもですね、あのまあこの会社あのやっぱり AI のですね、あの実力がやはり 開発で先行していたということがあると思うんですけれども、生成 AI のワークロードの増加からま恩恵が期待されています。あのチャット GPT のですね、あのシステムというのはアルファベットのですね AI プラットフォームで動いているというふうに言われています。えー、まこの辺りもですね、あの今後のですね収益向上がま期待されるところとなっています。 でまあ、好調な決算を受けましてアナリストの方もですね目標株価150ドル以上にですね引き上げる会社が多くなっておりますで、えっとまあ、こちらチャートなんですけども、えー、足元はまあ株価130ドル台ということでございますで次にメタプラットフォームズですね こちら、えー、業績がですね、えー、前年同期比で売上が十一パーセント増、EPS が二十一パーセント増ということで、まあ、あの業績がですね。まあ、プラスにこう転換してきていまして、えー、と市場層もですね、えー、上回っているということでございます。あすいません、ちょっとあの株価の反応、バツになってますけども、これ、丸の間違いですね、丸です。株価の反応は良かったです。 でえっとまあ、決算に関しては市場予想を上回ったと、えー、それから、えーまあえー、交換されたのが7月期の売上げの見通しですね、えー、こちらがまあ市場予想を上回ったということですで、えー、っと予想のです、ね、中央値は前年比で20%増ですね4六月期が11%増でしたので売上げの増勢がまあ加速すると。 いいうことが、えー、交換されています、えー、ザッカーバーグ c e o ラマ m 2という、えー、大規模言語モデルそれから、えー、スレッツ、えー、まあこれあのあれですね Twitter に、えーうん、対抗した、まあ、アプリですねそれからリールといったようなですね非常にエキサイティングなロードマップがあって、えー、今年の秋には、えー、メタクエスト3と。 発売予定ということで、まあ、あの先行きにもですね、まあ、いろんなあの楽しみな材料があるということでございます。で株価なんですけども、えーまあ、非常にあの安定して上昇してましてこれはメタの,、まあえー、の場合ですねあのリストラそれからあとまあ経営方針の変更ですね収益重視というまあ経営のですね え方向転換を材料に株価が回復してきていたので、まあ、あ,のあんまり材料、えー、と外部環境とかですねうんそのなんていうんですかね、えー、まあ、まあ、いろんなそのニュースにあまり左右されなくですね、えーまあ、経営方針の変更を織り込むという時にはですねこういう株価の、えーまあ、安定して上昇するという形になることがございます。 ボーイングですねこちらも、えー、市場予を上回る、えー、好決算となりました、えー、であのこの会社はです、ね、民間航空機部門とそれからまあ防衛の部門、えーまあえー、あるんですけども民間航空機部門のです、ね、売り上げは、えー、前年同期41%増ということでもう大きく回復しております。 ただ、あのこれだけ回復してもまだ営業利益はですね。赤字が続いているということで、もう少しですね。あの回復が続く、あの必要があるということなんですね。で、えっと利益はですね。前年同期比ですと。とえっと減少になっているんですけれども、あまあ、赤字ですね。赤字転換しているんですけれども。 この要因というのがですね、この防衛航空セキュリティ部門のですね、収益性悪化が要因となっております。で、これはですね、あのこの会社まあ過去にもですね、まあこういう材料いくつ何回もあったんですけれども、固定価格で請負った開発プログラムですねの開発費用が増加したことでまああの赤字まあ大きくですね収益性が。 悪化したということですね。ただこれあのまあえ何回も続いているんでちょっとまたかという感じなんですけども、まあ一応ですね一過性というふうに捉えることができると思います。一方であの民間航空機の市場っていうのはまあえ海外旅行も回復しているので、まあえ回復がですね継続が見込まれると。 いうことでまあ横ばい株価横ばいが続いていたんですけどもえまあいよいよですねあの離陸するかという形になっております。あとインテルですねえ半導体の会社です。 えー、市予想を上回る決算でしたけれども、まあ、あの前年同期比で見るとですね売上は15.5%減 EPS は55%減ということでですねあの、まあえー、足元の業績は引き続き厳しいんですけども、えー、予想は上回ったということです。 で部門別に見ますと PC などのクライアントコンピューティングが前年同期12%減の売上ですねデータセンタープラス AI が15%減ということでまだ低調なんですけどもまあこれでもですね市場層を上回ったということでまあ交換されたとえそれから7月期のガイダンスですね売上 EPS とも市場層を上回った ですで株価はですねあのファンドリービジネスの,です、ね、あの説明会後に下落していたんですけども、えー、昨日ですね引き下げ後に決算発表しまして時間外の取引で8%上昇しているということでまあ非常にあの上下度激しいんですけどもトレンドとしてはですね 上昇基調になっている形です。あとマイクロソフトですね。こちらはですね、あの株価の決算は反応はカンバしくなかったですね。ただまあ決算に関してはですね、売上 EPS とも市場想を上回ったと。ただ四月期の売上見通しが市場想を上回って明日待って嫌気されたという形です。 でまああの株価の反応がですねあの今一つだったというのはですねまあ一つにはですねこの会社あの AI 関連でまあ結構あのまあいろんな材料があってですね、えー、まあ結構注目注目を集めて上がっていたということがあると思いますまあそういう意味であの決算内容自体はそんなに悪くなかったというふうな形ですでまあ AI の関連の材料としてはですね。 ネット検索のビングにチャット g p t を使えるような形にするとかですねビジネスソフトのオフィスに生成 AI の機能を付加すると月額30ドルでという話ですねあとチャット g p t を開発したオープン AI に巨額の出資をしているということなどで AI がですね注目されてから非常に株価が大きく上がっていたと。 これだけ大きく上がったにしてはですね決算がまあまあそんなによくなかったということですねまあですねまあちょっと調整はですねえ必要かもしれないんですけどもえまあトレンドとしてはやはりですね AI 関連で注目できる会社と考えております。トピックスは以上ででですすす予定の方ですがえ来週ですね えと重要な経済指標の発表がありますあと、えー、月曜日にですねシニアロン・オフィサー・オピニオン・サーベイというまああの、えー、銀行の融資担当者にへ、えーえー、のアンケート調査ですね、えー、でまあこれであの、まあ、銀行の融資,融資態度がですねどれぐらい厳しくなっているかっていうのはまあ分かるというふうな。 でえー、経済指標ですが、えー、上からまあ中国の、えー、景況感はですね悪化の予想となっていますあとユーロの GDP の発表がございます、えー、米国の製造業景気指数ですね、えー、こちらは改善の予想です ADP 雇用統計が18.5万人増の予想ですね それから ISM の非製造業景気指数、こちらはま高水準ではあるんですけども、悪化の予想となってます。で週末に雇用統計がございまして、非農業部門雇用者数は前月比19万人増の予想ですね。平均時給は4.2%に鈍化するという予想となってます。 でえー、注目点なんですけども、えー、来週もです、ねえー、決算発表続きますアップル、アマゾン、ドットコムといった、まあ、あの重要企業ですねそれから AMD に関してはエヌビディアと、まあ、あのその AI コンピューターのところで注目されてますので、まあ、これも、えー、重要です、あとファイザーですね、えー、決算発表が続きます。 あと雇用統計に関してはですね非農業部門雇用者数は緩やかな雇用の原則を示すと平均時給はインフレの沈静化を示すと予想されてますのでまあ,あの予想通りのですね形となればですね株式のサポーティブとなる見込みです。え企業の景米国のの企業の景況感ですねでまああの 企業の景況感が悪くなったのに足元ではハードデータがですね非常に好調というまあちょっと想定外に経済指標がいいという状況になっているんですけどもえまあちょっとこうなりますとですね景況感の方がですねハードデータに左右せするかなというですね まあそういう方向になるのかどうかっていうのはまあちょっと注目です。というのがまあハードデータがすごくあの悪くならないんですよね。えっ、ー、と普通は企業景況感が悪くなって、これあの先行指標と言われてますので、その後はあの景気指標も悪くなってという形になるんですが、えー、まなかなかですねハードデータが悪くならないということなんで、まあ、もしかしたら企業景況感の方がですね、えー、まあ い,いハードデータの方にまあ再生する方向になるのかどうかえ注目しておりますでえっと見通しなんですけれどもえまあ先週ネットフリックステスラの決算に対するまあ市場の反応でですねえまあちょっとえテクノロジー大手の決算心配ですねという形だったんですけどもまあおえ今週ですねあの3社終わっておおむね急に終わったという形です。 えまあ経済指標もいいですし企業業績も堅調ということでまあ全体としてですね物色に関してはですねあのやはりまあ出遅れの物色まあ今回の,の GDP の設備投資見ても非常に好調だったので。 資本剤で遅れている資本剤であるとかそれから銀行ですねこういったところを物色される可能性があると思いますあと AI 関連ではですねソフトウェアのところですね AdobeSalesforceServiceNow といったようなソフトウェアのところにですねテクノロジー大手ではあんまりはっきり AI の効果 足元の通知には出てきてないんですけどもまあ、それが出る可能性があるところとしてですね。ソフトウェアについて注目しております本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。